はいどうも、呪術廻戦コラボねやっていきまーす。まあ、今回ねちょっと動画3本目なんですが、まだコンプできてませんと。まあね、前回の動画上げてからねまだ2日しか経ってないんですが、まあ、早々にね呪術廻戦撤退したいっていうことで、今回もですねめいめい一点狙いやっていきまーす。で、ありがたいことにですね、前回の動画上げてから、なんとですね、チャンネル登録者40人も増えまして、いや、こんなにもね、まだ、心優しきパズドラーたちがいてくれたのかと。いや、こればかりはマジで皆様に感謝ですね。ありがとうございます。まあ、そんなことはさておきですよ。とにかく早くメイメイを当てないと。で、とりあえず2万課金してきた。これでもカツカツ。で、ダンジョンクリア報酬でガチャ1回引けるのっていうのと、で、呪術廻戦が後半戦に入って160円でもね、ガチャ1回引けるんで、それも引いていきますと。で、最悪ね、もう今回でも出なかったら、この石20個、星7以上確定ガチャ、こいつで大博打狙っていきます。はい、てな感じですね。前置きが長くなってもあれなんで、早速ガチャ引いていこうと思います。まだね、チャンネル登録してないよって方、年内1000人目指してるんで、ぜひ、ぜひチャンネル登録の方ね、よろしくお願いします。地政派天使チャンネル。さあ、早速ね、ガチャの方を引いていきます。まずメールからですね。正直もう出たらすぐ撤退するからね、今回は。動画の尺とか気にしないから。固まっていく。いきなりチャンスだよ。なあ、ななみんね。なんか雰囲気的にワンチャン終わんじゃねえかなと思ったんですけどね。そんなことはないと。んで、クリア報酬ね。ここでも出てくれたら嬉しいんですが。さあ、まずは固まらせよう。話はそっから。固まっていく。あっちよ。いや、全然ある、全然ある。なあ。こいつももういらねえか。さすがにな。さあ、今回もね、地獄の時間がやってまいりましたね。まあ、そうね、石が100ぐらいになるまでは、5連で引いていこうか。さあ、地味に5条狙ってますからね。あの、レアリティ高い5条は全然出てくれてもいいですよ。マコーラ。マコーラもついに3体目ですか。いや、マジで5条出てねえんだよな。昔の5条すら出てないからね、まだ一体も。固まらない。厳しいね。もう狙いとしては本当に5条か、メイメイかって感じなんだよな。ダイヤに、固まらない。で、ナナミンが続いていくと。これきついね。まあ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 。ダイヤ？ダイヤ 4！ 引けなきゃ地獄。パンダパンダ。ああ、シンプル低レアリティね。マジで勘弁してほしいな。やばいぜ、もう150連近く引いてる。さあ、ダイヤ3。固まらねえ。マジで固まらねえんだけど。いや、諦め入るぞ、これマジで。頼む、頼む、頼む！いや、マジで言ってんの？やばすぎるなぁ。わぁ。このパターンか。地政派天使チャンネル。はい、ちょっとね、ボックス整理してきました。ちょっと出なさすぎるんで単発行こうか。いやぁ、きついね。固まっていく。出たんじゃねえの？なんか来そうな雰囲気あるよ。だー、いたどりかーい。10体目ですね。さすがに厳しい。レアリティは悪くねえな。このままの流れでちょっと高レアリティをね、バンバン引いていきたい。さあ、固まっていく。なあ、5条！95条じゃないですか。交換する手間が省けました。まあ、つってもね、ゴミがたくさんあるんで、交換すると思うんですけど。固まらない。パンダやばいね。どうしようかな。ちょ、100ぐらいまで行く？単発で。固まらない。ちょっと固めていきたいな、せめて。固まってほしい。おー、きつい。固まらないのきついな。ちょっとこの辺で調整して。
若干乱数を入れて引き直すと。さあ、固まらない。マジ？ちょっと固まらなすぎだな。やばいね。残りあと15回だって。どうするよ。さあダイヤ、固まっていく。マジで来い。なあ、釘先。12体目、ちょっとやばいかもな。激沼ってるな。固まっていく。チャンスチャンス。この流れはものにしたい。だあ、釘先。2連チャン。で、レアリティは悪くないよ。固まっていく。いいよ。なあ、マキさん。9体目。やば。マジ？何万使えば出んだよ、メイメイ。もう出ないな。いや、諦めよっかな。もう。出ないもんな。さすがにしんどいよ。さあ、これが、石が60個となりました。頼む頼む、マジで頼む。もういい、本当に。なあ、5条ね。5条は全然当たり。固まる中じゃねえ、トップ2ぐらいで当たりですね、私の中では。固まっていく。頼みます。なあ、5条2連。なかなか熱い展開だが、狙いはメイメイ。固まっていく。いい流れ。なあ、イタドリ？リアリティめっちゃ高いよ、単発。さあ、そろそろ固まらないよね。ですよね。今のあの、クソでかい流れをね、ものにできませんでした。さあ、いやー、諦めよっかな。もう無理だもんな、だって。出る気がしねえよ、これ。さあ。ラストチャンスに近いよ、もう。あー、釘先。なんか単発、釘先と、五条と板取るしか出てねえ気がするんだけど。やばいだろう。固まる？固まる！全然ある全然ある。諦めるな。まだ全然ある。なあ、マキさんもそう、出てました。あなたも出てました、そういえば。いや、私も出てますよ、じゃないんだよ。頼む頼む。固まらない。さあ、次がラストです。ああ、もう無理だ。なんてこった。だって、5、6万以上使ってるよな、どう考えても。ほぼラストチャンス。なあ。初じゃない？ガチャ動画で出たの。超5ね。まあ、言うて武器作ってないから。レアリティの、このレアリティの中ではまあまあ、マシな方。これ買うか。星7以上確定。大博打いきます。出るわけないんだよな、こんなガチャで。ラインナップ見ていい？いるよな。この中から1点狙いやばいね。出るわけないもんね。でも6点、6.73 あるよ、これ。この中じゃめちゃめちゃ当たりやすい。出るわけないだろう。地政破天使チャンネル。これで2万2000円分ね。頼む。マジでここを逃したら本当にやばいよ。冗談抜きでマジでやばいっす。頼ます。お願いします。神よ。神よ。あー、惜しいな。紫ではある。
色味的には実質メイメイなんだけどな。だが安心してほしい。石20個増えたから、まだ単発引けます。引きますよ、私は。なけなしの石を使っていく。固まって。チャンスをものにしていけ。マジで。なあ、惜しいよ。新キャラ。星7の新キャラ熱いよ。流れは来てる、完全に。固まって。ある、出たかも。なんか雰囲気的にわかる、俺は。よし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 、追加2000円パワー。これなんですよ、皆さん。諦めない気持ちが一番大事だから。私のために死んでくれるかい？もうすでに死にそうです。よしよしよし。えぐい！出た！マジで。何連だろう？トータル多分150連ぐらいしてるから、まあ50連で2万で考えたら6万ぐらいか？まあ、クエストダンジョンもあるから、実質の課金としては、5万もいかないぐらいかなって感じではあるが、コンプしたー、マジで。いやー、長い戦いでした。今回はマジで。地政破天使チャンネル。ざっとね、ボックス見せていきまーす。いや、今回はマジで過去100連出なかった？五条がね、2体出ました。まあ、過去のやつですからね。まあ、ざっと見せて、で、秘宝です、皆さん。こいつ、150連して、ガチャから0体です。まあ私のガチャ運がないだけか、運営が操作してるかですね。まあ確率いじってんだろうなって気はするけどね。でちなみにね、ボックス圧迫してたんでね、裏でこいつ1体交換しましたね。うん。こいつ1体でいいよな、武器もねえしな。あ、これ報酬じゃん。武器はあるか。武器あるならもう一個交換しとく？あんま使わなさそうな気はするけどな。列7コン。あ、でもまあシールド破壊あるからね。どっかで使えるかも。今回は少なが一旦も出なかったな。ゲトウも出てないね、今回ね。っていうと今回なんか新キャラあんまり出てない説ある？もしかして。なんかニューマークが少ないぞ。まあマコーラ一体出たか。で、今日がね、2024年10月10日でね。ちょうど村子がね、ハロウィンイベントの告知をしてたんですけど、なんかね、ヘラルダ交換できそうな雰囲気あんだよな。交換できたらもう5体簡単に作っちゃうからね。ガチャ引かずに済むから。まあ、2、3万って見ればいいか。まあ、私の動画、過去の動画見てほしいんだけど、季節ガチャはね、大体沼ってるんですよ。まあ、圧倒的なラインナップの多さ。で、外れキャラがいる。で、新キャラが交換できない。でも使わないというね。全然使わないよ。こないだの夏ガチャのエレインとかさ、動画の再生数こそ回ってないけど、めっちゃ引いてるんだ。でもまだ一回のパーティーで使ってないからね。もう本当に可愛いだけっていうね。あ、ちなみになんですけど、私コンプ勢でも何でもないですからね。うん。もう格ゲーとかバンバン取り逃してますし、まあ、無理にコンプする必要はないんですが、今回に限っては、性能がね、メイメイという性能がね、ちょっとね、見逃せない性能してたんで、欲を言えば武器も欲しかったけどな、これな。この武器は絶対使うぞ。絶対使う、これ。まあ、軽いからな。いや、軽くても乗せるでしょう。これはずるいよ。でも俺はメイメイは素で使っていくからね。やっぱ今後の環境でね、シールド破壊は絶対使うから。まあ、あとやっぱ HP2 倍。ゼロクリアで分かってるけど、まあ、やっぱ HP 増えるの強いよ。敵の攻撃最近もね、ダメージインフレしてるから、まあ、激減ついてるとはいえね、耐えられないことも多いからね、ギリギリ。まあ、HP モリモリじゃないと耐えられないみたいな。持ってもギリギリみたいな時にね、ターン軽めの HP を増やせるやつ、めちゃめちゃ強いから。プラスシールド破壊でしょ？ボス戦で、なんかちょっと不安だな。次の攻撃耐えれるかな？とりあえず撃っとこうかな？みたいな時にもこれ撃っときゃシールド上がったら相手破壊されるんだぜ。最強だろ？しかもさ、50% 根性持ってるやつとか、50削ったらシールドつけてくるみたいなね。今回の呪術廻戦の氷もそうだったけど。そういう時にもこれ使えるでしょ？まあね、最近は変化重いから、毒1個とか言うね。
デメリットもデメリットじゃないからね。カラスを操る、それだけだよ。声もいい、何よりボイスもいいというね。俺は取り逃せないっすよ。雑談もしてね、尺を稼いだところで今回のね動画は終わっていこうと思います。次回はですね、多分来週のハロウィンガチャになると思います。いやいや、ちょっと待ってたわ、メイメイ一体でいいんですかみたいなコメントが溢れ返ったらちょっと考えます。最終日間近でね、追い込み呪術廻戦ガチャ動画も上がるかもしれないんで、ガチャ動画見たい人はね、ぜひコメントの方よろしくお願いします。てなわけですね、この辺で動画終わろうと思います。よければね、チャンネル登録の方よろしくお願いします。他にもね、ガチャ動画とアップしてますので、よければ見てみてください。それではね、次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。バイナラー。石がないのに引いていく。いや、メイメイ出すから。うん、メイメイチャンス。全然あるよ、2体目。あー、マコーラでした。お疲れ様でした。